お金持ちに生まれたので男や友人にたかられたことはありますか？私高校生の時に好きな男の子がいて、うん、でそうしたらなんか、まあ、恋愛ベタだからなんか、まあ、でも相手に好きって気持ちは伝わってるんですよ、うんうん、でそしたら彼から回転寿司をおごってくれたらデートしてあげてもいいよって言われてあもう上からなんだでじゃあ分かったって言って回転寿司しかも行ったら、うん、彼が2人男友達を連れてきててすげえそれでおごらされたことありましたね。もう完全にそれ貢がされてるじゃないですかそうですね、まあ、それ1回だけですよ。でもそのなんか4人で飯食うわけですよね、うん、男3人とで明らかにで私来たら3人連れてこられてえってなってしょうがないから私、うん、女友達1人呼んで5人で回転寿司、忘れもしないですよ、センター街の回転寿司行ったんですよ。でそうしたら回転寿司めちゃくちゃ混んでて並んでて、はいはい、で 3人席と2人席にバラバラに座らされて、はいはいはい、2人女子と男3人でバラバラで食べてお会計だけ私が払うっていう。え、全員分？そう。でもまあ、じゃあ男3人は友達同士で回転寿司食べれてよかったねってことですよね。そうそうそう。ただね、確か6800円ぐらいだった気がします。あ、そんな高くなかったんですね。まあ、1人10皿、うん、ちょい。はあ、それ理不尽だなとは思わなかったんですか？って思ったし、ひどいって思ったけど、それで終わりですね。あ、やっぱ騙されやすいですね。気をつけた方がいいです。そうですね。気をつけます。奥様と喧嘩ってどういうことでするんですか？なんか大抵僕が怒られてるんで、なんかしょうもないことですけど、なんか連絡しないとか。ああ、やっぱほうれん草が足りないとかか。まあ、それはよくあるパターンですね。あと、説明に言葉が足りないとか。本当にひろゆきさんも普通のご夫婦なんですね。まあ、僕はあんま喋んないんですよね、家で。説明不足が多いらしいですね。そうか。それはでも毎回それで喧嘩になったり怒られて改善されつつはあるんですか？うん、いやまあ長期的には改善してんじゃないですかね。その10年単位とかで。まあ人はいきなりコロッとは変えられないですもんね。でもちょっとずつか。